そろそろ休んだらどうだ、エレナ。どうしたの、パパ。いや、気にするな。続けるといい。お茶が入りましたよ。あなた？待ってくれ。いいところでな。パパがくれたペンね。何を書いてるの？ごめんね。今いいとこだから。あらあら。なんだか似てきたわね。その時は間もなくだ。この私が墓掘りの真似事をするとはな。静かにしないか！いいかね？ここは神聖な場だ。余計なことはせず黙っていろ。エレナにも大事なことなんだ。言うことが聞けるな。はい。ごめんなさい。いい子だ。偉大なる先人よ、お初にお目にかかる。これで書は完成するぞ。彼との誓約は果たされる。さあ、実験の時だ、エレナ。パパの血になっておくれ。エレナ、待っていろ。ハーベイが導いた第七の根源は暗黒。暗黒とは、奴は本当に究極の完成に迫っているのか。だとすれば、俺は対抗できるのか。未だに俺の解は出ていない。方程式の欠落が埋まらん。あと一つピースが足らんのだ。だが行くしかあるまい。勝算はゼロではない。俺は俺の解を出す。まずはハーベイを見つけ出さねば。大変だ！誰か来てくれ！礼拝に向かった連中が正気を失っちまった！
何かが起きているようだ。向かってみるとしよう。一体あれは何だってんだ。どうした。礼拝をしていたら黒いモヤが現れて、それで落ち着け。このモヤだ。手にしているのは黒い結晶か。それに触れた途端、正気を失った。俺の仮説が正しければ、根本を取り去るしかないな。調査、勝算はある。あっ、甘い。さて、思考、あっ、あっ、調査を付き合ってもらうぞ。思考開始。少々付き合ってもらうぞ。あっ、少々付き合ってもらうぞ。プランを考えれば。少々付き合ってもらうぞ。さて、少々付き合ってもらうぞ。プランを考えれば。研究の粋を見せてやる。氷を切り裂け。
不勉強。仮説は間違っていなかった。黒い結晶を取り去ることで容体は安定したな。もう大丈夫だ。他のやつを助けてやってくれ。いいだろう。修行を始めましょう。ここからだ。私の獲物だ、ガロル。ガロガロ。さて、思考開始。もう大丈夫。すまない。おや？急いで。プランを確認。いざ。やれた。行くわよ。はい、それ。四国、演算終了。勝算はある。助かったわ、オズバルト。ここからだ。とどめだ。いいぞ。いっといで。飯にしよう、飯。行くぞ。さあ、私の番ね。傷を癒したまえ。ありがとう。氷よ、切り裂け。私の獲物だ。急いで。ガオここからだ。ふっ。ほよ。ふっ。オッケー。腹減った。邪魔だ。ブランを。貫け。私の番ね。オノリス。さあ、急いで。今だ。
私の獲物だ。行っといで。ここからだ。さて、ふう。おお。勝算はある。悪くないアプローチだ。ラスト。行くぞ。力づくだ。勝算はある。思考開始。見せろ。いかづちを貫け。さて、いかづちを貫け。受けてみろ。貫け。よくネブランを考えねば。ああ、うん。思考開始。うん。以上だ。さて、優勝つく。思考開始。思考開始。イカツチを貫け。プランを考えれば、イカツチを貫け。不勉強だ。有益だ。力づくだ。勝算はある。はっ。甘い。プランを考える。おお。プランを考える。愛を求めた。炎は燃えろ。さて、はっ。さて。
フラン、バーベキューの水を見せて。炎よ燃えろ。さて誓うぞ。プランを考え思考。さて少々付き合ってもらうぞ。悪くないアプローチだ。有益だ。よこせ。勝算はある。プランを考えねば。少々付き合ってもらうぞ。思考開始。少々付き合ってもらうぞ。受けてみろ。少々付き合ってもらうぞ。貴重な知見を得たな。有益だ。力づくだ。勝算はある。プランを考えねば。思考開始。計算外だ。さて、演算終了。はっ。思考開始。少々付き合ってもらうぞ。プランを考えねば。間違えた。力づくだ。勝算はある。あ、以上。思考可能。さて、さて、演算終了。以上。プランを考えねば。氷よ、切り裂け。思考開始。さて、愛を求めよう。氷よ、切り裂け。プランを考えねば。さて、
プランを。さて、使うぞ。プランを考えれば、使うぞ。計算外だ。さて、思考。はっ。研究の粋を見せてやる。ああ。プランを考え、受けてみろ。さて、愛を求めよう。氷を切り裂け。使うぞ。プランを考えれば。さて、プランを考えれば、研究の粋を見せてやる。氷よ、切り裂け。使うぞ。さて、思考開始。はっ。さて、不勉強。私は、あなたが助けてくださったのですか。おお、神よ。気を失う前の状況を覚えているか。ええ、礼拝をしていました。ダスクルインレーデン近くで。すると突然、遺跡から黒い何かが溢れ出してきて。その遺跡はどこだ。ここから東に行ったところです。ダスクルインレーデン、そこにいるのだな、ハーベイ。この黒い結晶は奴の研究室でも見た。おそらくあの魔物を操っていた黒い結晶と同じものだろう。だとすれば、始まったのか、究極魔法に至る実験が。あの、私たちはどうすれば。黒い結晶には近づくな。言えることはそれだけだ。俺は行かなければならない。ここからだ。氷を切り裂け。およ、急いで、いただき。
どうしようかしら。えい。さあ、行こう。行っといで。ガオの番ね。はい。おや。どうか。行くぞ。私の番に。オノイステッ。およ。いっといで。いざ。思考開始。オリオ、切り裂け。私の獲物だ。傷を癒したマクシャキー。ここからだ。プランを考えねば。いいぞ。急いで。
私の番ね。オノリス、さあ行っといで。ガオわけにはいかない。こちらの番だな。これでどうだ。プランを考えねば。オーリオ、プラン通りだ。いいぞ。急いで。私の番ね。はい。ほよ。急いで。オーリオ、切り裂け。こちらの番だな。ふっ。さて、吹き上がる。やっ。ここからだ。やっ。私の番。はっ。さあ、受けてみろ。勝算はある。ありがとう。さあ
行開始。さすがね、オズバルド。傷を癒したまつ。ありがとう。こちらの番だな。富国の誇りとともに。アプローチだ。押しとる。氷よ、引き裂け。こちらの番だ。私の番だ。行くぞ。とどめだ。どうしよう。ブラン、受けてみろ。勝算はある。他に。まだだ。やらせ。聖火神の見業で。ついたまえ。まだ。
氷よ。プラン通りだ。やっ、ごめん。まだまだだ。来たか、オズバルド。エレナを返せ。この通り眠っている。まあそうせくな、盟友よ。この遺跡を知っているだろう。我ら魔法学者の聖地だ。貴様の講義を聞いてやる気はない。まあそう言うな。魔の書、大魔術師ダーケストの遺骸から作ったのだ。これこそが魔の究極に至る道しるべ。あとは最後のピース、エレナの血のみだ。見たまえ、魔の書が血を求めている。なんとけなげな娘だろう。父の研究のため身を捧げてくれるとはね。アーベイ、貴様、私の求めていた血が貴様の家族だと知ったとき、私は運命を感じ、身震いした。そして、私は貴様から全てを奪った。少しだけ、胸がスッとしたよ。貴様に会うまで、私にかなう学者などいなかった。私は貴様に嫉妬していた。出会ったその時から今に至るまでずっと貴様のその頭脳に嫉妬していたのだよ。君に勝つためなら私はいかなるものも差し出そう。知恵、時間、地位、金、誇り、明日さえも。くだらん。まだ間に合う。黒い結晶さえ取り去れば。君の思考の見当はつく。だが無駄だ。もう始まっているからな。
ともし火の血を深き影を落とせ。エレナ、無駄だ。俺がエレナを。たぎる、たぎるぞ。魔の究極、暗黒の力だ。その複雑な方程式、演算には時間を要するはずだ。君の推察の通りだ。少々付き合ってくれるか。ウォーミングアップだ。もっとも力の差がありすぎていじめになってしまうがね。試してみるがいい、ハーベイよ。相手になろう。来た来た。急いで行くわよ。ここからだ。この力は。オーリオ、切り裂け。私のバッテリー、傷を癒したまつ。私の獲物だ。いっといで。行くぞ。氷を切り裂け。思考開始。氷を切り裂け。ここからだ。行くわよ。やっ。おや。プランを考えねば。うん。さあ行こう。おりゃー。いざ。氷を切り裂く。さて。こう、演算終了。来た来た。こちらの番だな。どうしようかしら。傷を癒したまつ。ここからだ。とどめだ。私の番ね。傷を癒したまつ。礼を言う。さあ行こう。なかなかやる。まあこの程度で音を上げては落第だがな。エレナ、大丈夫か。
意識はないが、心臓は動いている。それは用済みだ。演算は終わった。何？君は幸運だぞ。世紀の瞬間に立ち会えるのだ。どうもくせよ。これが魔の究極である。素晴らしい。これこそが究極の力、英知の結晶だ。私はついにグラトンを超越した。さあ終わりの時だ。私は満足だよ、オズバルド。ようやく貴様を否定できる。エレナ。この記録、エレナが書いたのか？うん、パパの魔法って論文だよ。大したものだ。観察力が素晴らしい。楽しいね、研究って。エレナ。でもまだまだ分かんないこともいっぱいだから、また勉強教えてね、パパ。エレナ、我が娘よ。ん？何だこの魔力は。嵐の前の海辺に立つような不気味さ。不可解だ。なんだこの胸に湧き上がる。ま、俺がエレナを。バカな、いかにして演算を。無論すべて頭にある。何を計算しているのだ、この後に及んで。貝は出た。なんだこの光は。小賢しいぞ、オズバルドよ。捨ててくれる我が究極でな。この力は。互角とは
実に興味深い。やはり君は私が認めたただ一人の男だ。さあ、君の解を聞かせてもらおう。何を根源とした？答えろ、オズバルド！わからん。俺はただエレナを思った。ふざけるな！そんなものが根源だというのか？認めん！そのような会、断じて認めんぞ。証明してやろう、どちらが真の究極なのかを。さて、タラオーカ、ハーベイ、どうぞ付き合ってもらう。よ、いざ。出してもらった。私の番ね。光輝きたまえ。私の獲物だ。急いで、ただき。王女を付き合ってもらえる。オズバルド、任された。この一手で。こちらの番だな。さて、ハーベイ、愛を求めよう。狂乱よ、巻き起これ。行くわよ。クリは得意なの。ギャッ、手加減なしよ。これでよし。状況は好転する。ほよ、私の獲物だ。
ちらの番だな。はさて、さて、突撃弾、およよいしょ、いっといで、行くぞ、殿のために。大剣将ブランドよ。プランを考えねば。使用し。究極を前になぜ屈しないのだ、オズバルド。貴様の思考はそれだけか、ハーベイよ。変わらんな、あの時から何も。だが変わるものもある。黙れ、黙らんか、魔の書よ、もっと力をよこせ。私は全てを費やしたのだ、君に勝つために。オズバルド。私は君を超越す。うん、行くわよ。はっ、それ。さて、アーベイ。俺がカイだ。さあ行こう。どうしようかしら。行くぞ。君が騒ぐ。攻撃せ。私の獲物だ。恨み。よし。悪くないアプローチだ。バカ。
私の魔の究極が破れるだと。認めん、断じて認めんぞ。アーベイよ、究極が手に余るようだな。貴様はもはや魔力を制御できていない。抜かせ、この私に御せぬものなど。その章を離せ、ハーベイ。黙らぬか、オズバルド。負けてたまるか、負けてたまるか、負けてたまるか。オズバルド、私は最後までお前に。ハーベイ。貴様と議論することは二度とないだろう。エレナちゃん、クラリッサさん、どうしたの？今日もお勉強に熱心ですわね。研究室からいいものを見つけましたの。素敵なペン。ありがとう、クラリッサさん。気にせず、どうぞ続けて。あの日、目が覚めるとクラリッサさんの家にいた。私は知ってた。パパが本当のパパじゃないことを。だからいつも思ってた。どうして本当のパパを忘れちゃったんだろうって。クラリッサさんのことは覚えてる。クラリッサさんは優しく教えてくれた。全部嘘だったこと。ねえクラリッサさん、私の本当のパパって。私からは何も申し上げられません。そう。でもきっと帰ってこられますよ。パパ、今どこにいるの？私を置いていったの？どうしてママは死ななきゃいけなかったの？ねえ、どうして？次々と疑問があふれ溺れそうになる。でもそんな時は机に向かうの。だってそうすると、こ
かしい感じがする。どうしてかな。エレナちゃん、そろそろ寝る時間ですよ。はーい。パパ、私の本当のパパ、いつか会えるかな。お前も魔法学者になるのか。では、学び続けるといい。そばにはいられないが。エレナ、よく生きていてくれた。おやすみ。すまない、助手よ。また君の世話になった。構いませんわ。賑やかなのは好きですもの。でも、なぜ？娘には時間が必要だ。これ以上混乱させたくはない。ハーベイとの戦いで、俺は今までにない力を感じた。だが、その根源はつかめなかった。え？あの時、俺はエレナを守りたいと心から願った。すると、力が際限なく湧いてきた。その力が俺の方程式にピタリとはまったのだ。他に説明ができん。助手よ、君の考えを聞かせてくれ。それは愛でございます、オズバルド様。笑わせるな。俺は旅を続ける。ハーベイの式に気になる記載があってな。奴には協力者がいたらしい。そのつながりを調べたいのだ。それでしたら私もお手伝いしますわ。いや、これ以上君に迷惑はかけられん。あら、オズバルド様、淑女の楽しみを奪うおつもりで。では仕方あるまい。変わられましたね。以前のあなた様より少し面白くなられました。そうか。娘を頼む。お引き受けいたしますわ、オズバルド様。行ってらっしゃいませ。